結局戦争はなくならなかった。地球という惑星の隅々まで開発の手が及び、一部の権力者たちが月面に別荘を建てるような時代になっても、人と人の心の隙間までは埋まらなかった。ただ変化はあった。くだらない殺し合いに夢中になる彼らにも変化はあった。泥臭い兵たちの運用は時代遅れとなり、各国の地球の支配権の奪い合いはクリーンな戦争で決まる。そんな世界の戦争の代名詞、それは2015年10月よりテレビアニメ放送開始。やれやれ。ただいま。クソったれな戦場さん。